どのストーリーがいい？どこから始める？じゃ、行こう！どういうことなんだ、ニーナ。知らないんです、本当に。お母さん、どうして。お母さん。追憶の宝物事件。農作物輸入自由化交渉のため、昨日急遽来日したエリック・ガムラン・セシリア共和国通商大臣は、記者クラブの質問に対して、農作物ね、マギなら大歓迎だけどよ。予想以上の成果だったと答え、日本政府と関係省、だからって飲ませてもらえる量が増えるわけじゃねえけどな。もうお父さんたらそれしかないんだから。ガムラン通商大臣が来日したのは今回は12年後初めて。いや、こういうパツキンの綺麗なお姉ちゃんだって大大大歓迎だよ。日本人の間では多少の混乱も見受けられましたが、今回の結果には関係者もほっと胸をなで下ろす形となったようです。はい。なお、大臣はこの後もしばらく日本に滞在して、ミスター・モーリのオフィスはこちらでよろしいのかしら。この人、まさか本当にさっきテレビに出てた。どうしたの、コナン君。あ、ごめんなさい、ちょっとぼーっとしちゃった。すみません、あなたがミスター・モーリですね。ああ、そうですが。はじめまして、私はケイト・ローレンと申します。ひょっとしてケイトさんって今来日してる。はい、ガムラン大臣の秘書を仰せつかっております。おいおい、マジかよ。でもよかったですわ、ミスター・モーリにお会いすることができまして。世界的にも有名な方ですから、ご多忙ではないかと不安だったんです。世界的にも有名。おい、ラン、何してるんだ。ケイトさんに早くお茶でも出さんか。何よ、お父さん、突然偉そうに。相変わらずお世辞に乗りやすいこと。ささ、立ち話もなんですから、どうぞこちらへ。どうぞお構いなく、こちらで結構ですわ。わかりました。では早速、この私、毛利小五郎がお話をお聞きしましょう。で、ケイトさん、この私にお話というのは。実は人を探していただきたいのです。ミセス・ミサコ・ガムラン、75歳、セシリア国通商大臣ミスター・エリック・ガムランの義理のお母様です。ミサコ、日本の方なんですね。50年前移民としてセシリアに渡ってきたと聞いております。ほう。ところが突然、数週間前に姿を消してしまいまして。もしや誘拐。私たちも最初はそう思って調べていたのですが。誘拐じゃなかったんですか。
姿を消す前、彼女は身の回りのものを自分で処分していたのです。ふん、つまり自分の意思で行方を絶ったわけですな。ええ、その後成田行きの飛行機に乗ったことまでは分かったのですが、そこからの足取りが全く不明なのです。なるほど。しかも唯一残された手がかりはこの2枚の写真のみでして。ん、どれどれ。こちらはミセス・ミサコがまだ幼い頃故郷で撮った写真だそうです。ほう、これはまたえらい昔の写真ですな。この女の子がミサコさん。でも今は75歳のおばあさんなんだよな。あの、それからこちらがガムラン家に代々伝わるデザイアキューブという宝物です。うわあ、綺麗。ここについてるのって全部宝石なんですか？ええ、全てを合わせて時価数十億円とも言われています。数十億円？すごい。で、ケイトさん、このデザイアキューブが何か？それが実はミセス・ミサコが消えたと同時に亡くなってしまったのです。じゃあ今はミサコさんが持ってるってこと？そう考えておかしくないですわ。おい、グラン、お前は引っ込んでろ。チッ。それでお父さん引き受けるの？結局は家出人探しだろう。気乗りしねえな。そこをぜひ、ここは何としてもミスター・モーリに。それが大臣のたってのご希望なのです。私からもお願いします。大臣のご希望。ああ、おい、聞いたか聞いたか。はいはい、わかりました。このお話喜んでお引き受けしましょう。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。なーに、これでミサコさんは見つかったも同然ですよ。もうお父さんってばすぐこれなんだから。けどガムラン大臣はどうして警察に頼まずにおっちゃんのところへ。ま、俺の考えすぎだといいんだが。セーブするかい？ねえねえおじさん、ケイトさん帰っちゃったけどこれからどうするの？決まってるじゃねえか、ミサコさんを探すんだよ。でもお父さん、探すって言っても心当たりなんてあるの？あ？いや、だからだな。おいおい、大丈夫かよ、おっちゃん。ったく、やっぱり俺が手伝わねえとダメみてえだな。そうだな、唯一の手がかりはあの写真だけ。少し調べてみるか。ねえねえおじさん、美佐子さんの写真見せて見せて。うるせえ、お前は引っ込んでな。そんな。もうお父さんいいじゃない、写真くらい。ったく、大事なものなんだからなくすなよ。だって気になるところはっと。
この女の子が美佐子さん。でも今は75歳のおばあさんなんだよな。持っているのは千歳飴ってことは七五三か。持っているのは千歳飴ってことは これは洋服の女性だ。この頃にしては珍しいよな。洋服の女性なんてこの頃だとまだ都会ぐらいにしかいなかったはずだが。ん？待てよ。ってことはもしかして。ここはどうやら古い神社かお寺みたいだ。となると鎌倉？いや、京都か奈良とも考えられるな。これはあんまり関係ないみたいだな。ここはどうやら古い神社かお寺みたいだ。ねねえ、この写真ひょっとしたら京都で撮ったのかもしれないよ。なんだって？ほら、よく見て。ここに洋服を着た女の人が写ってるでしょ。この頃に洋服を着る女の人なんて大きな町にしかいなかったと思うよ。それからこの後ろに写っているのは古いお寺か神社だよね。つまりずっと前から大きな町でかなり古い建物も残っているところ。なるほど。それじゃあ美佐子さんの故郷は京都ってこと？だと思うよ。それにさ、京都だったら成田空港で乗り換えて。そうか、関西空港で降りたってことも考えられるな。よく気がついたわね、コナン君。よし、俺は京都へ行くぞ。あ、おじさん、僕も。私も。いいけどよ、俺の邪魔するんじゃねえぞ。それはこっちのセリフだぜ、ったく。そして次の日、俺たちは朝一番で京都へ向かった。まだ見ぬ美佐子ガムランを探して。セーブするかい？あの写真は数十年も前のもの。何でもいいからヒントが残っていればいいんだが。さて、そろそろ始めるかな。このミスターモーリーにかかれば人探しなんてちょろいもんさ。でもお父さん、捜査を始めるって一体どうするつもり？そうだな。ダメだ、やっぱ何も考えてねえぜ。仕方ねえな。ねえねえ、じゃあこの写真の撮影された場所を探してみれば？それもそうね。じゃあ早速探しましょうよ。けどよ、どこ探すってんだ？京都といっても広いからな。でもおじさん、写真の後ろに写ってるのは多分神社かお寺でしょ。
それもかなり古い建物だと思うよ。お寺で古い建物といえば金閣寺とか清水寺？神社なら八坂神社か。そういや、あの近くには祇園もあったな。確かあの辺りも古い建物は多いはずだぜ。じゃあとりあえずその辺りを回ってみましょうよ。コナン君はどこがいいと思う？え？こんな有名なところだぜ。写真を見て気がつかないなんてことあるか。普通調べてみないとわからないわよね、コナン君。だけどどう調べろってんだこれから。あの写真に写っているものと今僕たちが見てるものとでどれだけ同じものが重なっているのか調べてみるといいと思うよ。そうね、早速始めましょう。さて、どこから調べてみるかな。なるほど、この辺りはそれらしいとも言えるが、だが待てよ、もしこの場所で撮影されたとしたらカメラはかなり離れたところにあったことになる。それは変じゃねえか。だが待てよ、カメラはかなりは…だが待てよ、カメラはかなり離れ…だが待てよ、カメラはかなり離れたところにあったこと。だが待てよ、カメラはかな。だが待てよ、カメラ。だが待てよ、カメラは。金閣寺。確かによく見る建物だが、まだ何とも言えないな。果たして本当に写真がここで撮影されたのか。果たしてほ。写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。ずいぶんと大きな石だな。だが写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。青々として綺麗な木々だぜ。だが写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。果たして本当に写真が…写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手が…写真の中にこ…どうやら手が…やっぱり…あの写真はここで撮影されたのかな。そうだな、
ここはやっぱり違うみたいだ。他の場所を調べてみるか。ねえねえ、他の場所にも行ってみようよ。それもそうね。どう？お父さん。そうだな、ここだけじゃまだ何とも言えねえからな。じゃあコナン君、次はどこがいいと思う？気温かな。じゃあそこに行ってみましょう。ね、お父さん。おう、そうだな。よし、気温だ。今夜はパーッと京都の夜を。お父さん。なんてな、冗談だよ、冗談。本当にもう。マジだったくせに。さて、どこから調べてみるかな。これは確かに古い建物だとは思うが、まだ何とも言えないな。果たして本当に写真がここで撮影されたのか、まだ何とも言えないな。こいつも目立つといえば目立つんだが、写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。果たして本当に写…こう見るとよく目立っているんだが、写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。果たして本当に写真がここで撮影されたのか、果たして本当…ま…果たして本当に…写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。なるほど、昔の道幅のままだから狭いんだな。だが写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。なるほど、この辺りはそれらしいとも言えるが、まだ何とも言えないな。果たして本当に…ま…果たして本当…果たして本当…果たして本当…果たして本…果たして本…まだなんと…やっぱりあの写真はここで撮影されたのかな。そうだな、ここはやっぱり違うみたいだ。他の場所を調べてみるか。ねえねえ、他の場所にも行ってみようよ。それもそうね。どう？お父さん。なんだよ、もう少しここにいてもいいじゃねえか。ちょっとお父さん。
なんてな。じゃあコナン君、次はどこがいいと思う？ね、清水寺はどう？じゃあそこに行ってみましょう。ね、お父さん。な、ああ。ここが清水寺ね。ほんといい眺め。しかしよ、昔の人がこんなところによく建てたもんだな。おいおい、二人ともすっかり観光客になってどうすんだよ。さて、どこから調べてみるかな。写真のバッグに写っているのはもしかしてここかな。いや、まだ決めつけるのは早いか。これが清水の舞台か。なるほど、ここからだと建物をバックに撮影することも可能だな。清水寺、確かに古い建物であることは間違いないんだが、写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。清水寺、確かに写真の中にこんなものはどうやら手がかりにはなりそうにねえな。清水寺、写真どうやら、なるほど、この辺りはそれらしいと。まだ何とも言えないな。なるほど、ここからだとすっげえ見晴らしだぜ。だが写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。ずいぶんと木が茂ってるな。だが写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。清水寺、写真の中にこ、どうやら手がかり、清水寺、写真の、どうやら手、果たして本当に、清水寺、写真、どうやら、清水寺、写真、どうやら手がかり、やっぱりあの写真はここで撮影されたのかな。そうだな、ここはやっぱり違うみたいだ。他の場所を調べてみるか。ねえねえ、他の場所にも行ってみようよ。それもそうね。どう？お父さん。そうだな、ここだけじゃまだ何とも言えねえからな。じゃあコナン君、次はどこがいいと思う？ね、八坂神社はどうかな。じゃあそこに行ってみましょう。
ね、お父さん。おお、そうだな。ここなんてどうかしら。結構写真に雰囲気が近いと思うんだけど。キッ、雰囲気だけでわかるんなら苦労はしねえよ。もうこの仕事お父さんが引き受けたんでしょ。へいへい。ったく、誰のために俺がここまでやってんだか。さて、どこから調べてみるかな。段差はそれほど急ではない。そうだな、大人なら数段降りたところから門の下に立ってる子供をまっすぐ取ることはできるな。果たして本当に写真がここで撮影されたのか。まだ何とも言えないな。神社でよく見る狛犬の像だ。だが写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。今日はそれにしてもよく晴れてるぜ。だが写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。見たところ木が多いな。だが写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにね。八坂神社か。確かに七五三詣といえば神社とも言えるが、八坂神社か。写真のバックに写っているのはもしかしてここかな。いや、まだ決めつけるのは早いか。なるほど、この辺りはそれらしいとも言えるが、まだ何とも言えないな。八坂神社か。八坂神社か。八坂神社か。まだ。八坂神社か。やっぱりあの写真はここで撮影されたのかな。ねえねえ、あの写真もしかしてここで撮影されたんじゃない。コナン君も。実は私もそう思うの。なんだって。ほらお父さん、写真とよく比べてみて。なるほど、言われてみれば確かに。ってことは、この辺りが美佐子さんの故郷かもしれないってことだよね。そうか。よし、俺はちょっと近所で聞き込んでくるぜ。お父さん、どうだった？ダメだ、やっ
り知ってる人はいなかったぜ。それっぽい人がいたって話も聞かなかったしな。そう、しょうがねえ。ひとまず駅に戻って出直しだな。こりゃセーブするかい。しかし困ったな。せっかく撮影場所は分かったってのによ。やっぱり何十年も前のことじゃ覚えている人もいないのかしら。京都なら古い家が多いから何か分かるだろうと思ったんだが。しょうがねえ、他に何か方法を。おー、くっと、あ、いや、なかった。コナン君。この声は。またこんなとこでえらい奇遇やな。平次兄ちゃん、あら。おい、なんでお前がこんなところに。それは俺のセリフや。なんや、こっちにおるんやったら連絡くらいくれや。ちゃんと一緒じゃないの。 あのな、誤解せんといてや。俺いつもアイス通るんとちゃうで。それに今日はちと事情も違うしな。事情。ちょっと平次さん、何グズグズしてるの。回るところはいっぱいあるんでしょ。分かってるわ。せやけどそんな急がんでもええやろ。ほんとにもう最近の若い人はすぐにサボろうとするんだから。たく、ほんまに元気なばあちゃんやで。で、誰な誰。知らん。え、ばあちゃん自身も知らん。自分のことはまるっきりな。それってどういうこと。平次兄ちゃん、まさか。ああ、記憶喪失なんや。記憶喪失。ああ、それがついこの前大阪で車にひかれそうになったらしゅうてな。道路に倒れとったんをたまたまこの俺が見つけたんや。まさか、ひき逃げ。さあな、他に目撃者もおらんし、詳しいことは警察が捜査中や。で、すぐに病院へ連れてったら、怪我は大したことなかったんやけどな。その代わりに頭打っててな、自分のこと全部忘れとったんや。そんな、かわいそう。ねえ、何か身元が分かるようなものは持ってなかったの。それがさっぱり。ところがばあちゃん、上事で京と言うたからな。こっち来たら何か分かるんちゃうかな思って、病院から連れ出してきたんやけど。さあ平次さん、もう十分に休んだでしょ。しっかりしなさい。ちゅう感じでな。大阪からずっと振り回されて、もうくたくたや。それは災難だな、服部。おう、それはそうと、そっちはなんで京都におるんや。決まってるだろう、仕事だよ仕事。人探しなの。やっぱりおばあさんなんだけど。セシリアの名家、ガムラン家の美佐子さんって言うんだ。ねえ、ちょっと待って、もしかして。あ、そうだよ、おじさん、ほら、キューブの写真。ああ、おい、このばあさん、こいつを持ってなかっただろうな。デザイアキューブっていう、ガムラン家に伝わる宝物だよ。
いや、こんな大層なもんは持ってへんかったで。じゃあ、やっぱり人違い。ちょ、待て。一応ばあちゃんにも見せてみよう。ちょっとばあちゃん、この写真に写ってるもん見覚えないか？なんかどこかで見たことあるような気もするけど。何？え？まさかこの人本当に美佐子さん？だけどよ、デザイアキューブは持ってなかったわけだろ？なあばあちゃん、一体どういうことなんや？だから見たことあるような気がするって言ったの。まいったな。だったら何とも言えねえぜ俺は。確かに今のままじゃどちらにしても根拠はないんだが。そうだな、一体どうすれば。じゃあさ、これからみんなで一緒に回ってみようよ。もしおばあちゃんの記憶が戻ったら美佐子さんかどうかはっきりするでしょ。ああ、それいいわね。どうお父さん。ま、しょうがねえだろ。このままじゃすっきりしねえからな。すやすや、旅は道連れ言うしな。ほな、行こか。でも平次兄ちゃん、次ってどこへ行くつもりなの？せやな、まずは京都タワーと嵐山、それに新京極って思ってるんやけど。まあ正直言うてばあちゃん次第やな。そっか。ねえねえおばあちゃん。はい。どんなことでもいいから覚えている風景ってある？それが全くなのよ。そうね、見晴らしのいい場所に行けばもしかして。なるほど、それなら次に行く場所は